テオドール・ベンファイは、ドイツ人の言語学者、東洋学者。比較言語学とインド学に関する功績のほか、後世最も影響が大きかったのは、インド説話集、パンチャタントラの翻訳への序文で、そこで、ベンファイは、インドの説話を他の各地の説話と比較した。ドイツのゲッティンゲンの近くのネルテンで、ユダヤ系の商人の子として生まれた。医者を目指していたが父に、 ヘブライ語を教わったことをきっかけに、言語学の道に進んだ。ゲッティンゲン大学で1828年に、博士の学位を取得した。その間、1827年に1年間ミュンヘンで、過ごし、哲学で有名なシェリングや、ティアシュの講義に感銘を受けている。1830年から2年間フランクフルトで、教諭になった。研究は主に、ギリシア語。 ラテン語であったが、数週間で言語を身につけられるかという賭けを行ったことをきっかけに、サンスクリットに転校した。1832年にハイデルベルクに移り、2年間サンスクリットを教えた。1834年に、ゲッティンゲン大学の志向師の職に就いた。1848年に、キリスト教に改修し、院外教授に就任したが無休だった。 多くの功績にもかかわらず、ユダヤ人に対する偏見のために低い地位にとどめられていたが、1862年にようやく世紀の教授に就任した。晩年は、米が語文法研究の著作を行っていたが、完成する前に、ゲッティンゲンで没した。1890年論調の先週が刊行された。ありがとうございます。